突然ですが、だらっと書くと雑談チャンネルのお時間です。本日も何かしながらお聞きください。おすすめは、お尻から糸出しながらかな。柔術家、岩崎正弘さんの YouTube、ディープハーフクラブからになります。萩原恭平 vs 朝倉みくる、試合前の意気込みを語るという動画が出ております。もう10日後ということで、萩原恭平選手、最近よく街などで話しかけられるらしいのですが、岩崎さんに、 君は女の子に話しかけられるタイプではないよねと言われて確かにと返しておりましたあんなモテそうなのに意外だなと思いました女の人からするとちょっと怖そうなんですかねそれか私が思ってるより格闘技男しか見てないか岩崎さん曰くいい練習はできています朝倉未来戦で今までと取り組みも変えてきた平本くんとの試合の後しばらく試合がなかったのが逆に良くてきっちり練習ができて 朝倉三来選手戦が決まってからもそっちの対策に練習を詰めれたと萩原恭平選手は自分の苦手なことも克服できたので試合のなかった10ヶ月はいい期間でしたね勝敗予想はどれ見ても朝倉未来勝利なのでもうええわと途中から見るのをやめたようです。 しかし、萩原恭平選手が練習をしている身近な人は、萩原選手が勝つと言っている人が多く、そういう人たちは本質が分かっているとおっしゃっておりました。しかしか今のの立場の方が気が気楽とは思うようよです そしてこの間の「LIZIN30」で萩原京平選手はリングに上がりましたが、LIZIN から連絡を受けた当初は練習があるのでと断っていたらしいのですが、朝倉未来選手も来るからどうしても来てくれと言われてわざわざ行ったのに、いざ会場着いたらスタッフの人に本人上がらないみたいなんですよと言われ、萩原京平選手はめっちゃわがまま言うとるやん、朝倉海選手のセコンドとして会場にはいたらしいので。 年なら上がってくれよ思いましたねとそして萩原恭平選手続けて「しかし来陣でわがままが聞くのも10月2日までやぞ」と朝倉未来選手に忠告「今はまだわがままが通用する位置なんでね」とそして萩原恭平選手「庄司選手最高でした」「金太郎君は会場を味方につけていて1ラウンド目から最終ラウンドのようにいけたら勝率は上がったんじゃないですかね」 昨日電話で話したんですけど、1、2ラウンドは井上のうまさでなかなかいかれへんかったわと言ってました、3ラウンド腹決めていったら、ああいう結果になったので、最初からいってればよかったと言っていたそうです。そして萩原恭平選手は、任せてください。僕は1ラウンドから積極的に圧かけていこうと思ってるんで、面白い試合になると思うんで、日々、ワクワク感が増していきますね。これひっっくり返したら景色変わるると思ってるんで 組に関しては、岩崎さんにずっと対策教えてもらった通りにやったら、絶対いけると思ってるんで、と、岩崎さんもきっちり自分の仕事をやれば問題ないと思ってるから、と、萩原恭平選手は試合終わったらスーパースターになってるんで、というところで終了です。皆さんはこれを聞いてもまだ朝倉未来選手の勝利予想でしょうか、それとも。 そして、まだまだ話題の中心、朝倉未来選手ということで、もう一ついきましょう。先日、朝倉未来選手が自身の YouTube の中で、平本蓮は弱いんだから、あんま調子こかない方がいいよといった内容のことを語り、その中に、口はうまいし、たまに正論言うし、花があるのもわかるんだけどというような一文もありまして、そのことについて、平本蓮選手が渡米して、一発目の YouTube でアンサーしてくれております。 タイトルは朝倉るににに花がある評論家とと言われたここついてですす平本蓮選手の主張こちらになります何日か前に大して強くないくせに評論家ぶってんじゃねえって言われたんですけど俺からしたらたかが地下格のチャンピオンになったぐらいでプロになって別に大したこともやってないのにお前が一番チャンピオンクラスに勘違いしてんじゃねえとずっと思ってますけどねと。 そしてここで平本蓮選手による朝倉未来選手のモノマネも飛び出しました。平本君は喋れるし黙ってた方がいい。お前が一番黙れって感じなんで、<laughs> と。多分俺が朝倉未来のお父さんをちょいちょいディスって、あいつお父さんネタいじるの結構聞いてるんすよと。<laughs> それで一回お父さんネタいじったらツイッターですぐ返信来て、二回目またお父さんネタ言ったらこうやって言ったでしょ、と。 お父さんネタっていうね、キーワードはちょっと面白いですね。こんな口悪いのに、親父じゃないんだっていうのもね、ちょっとありますし、平本蓮選手、お母さんのことも確かママって呼んでた気がしますんで、えー、育ちの良さがね、少し出ちゃってます。そして、朝倉未来選手が、平本蓮はアメリカ行ったからって強くなったと思わない方がいいとも言ってたのですが、それについては、アメリカに行ったこともないお前に言われたくないし、お前がチンったらここで、また、ここで朝倉未来選手のモノマネが飛び出しますが、 へいどうも、ごきげんよう、みたいにやってる時間に僕は UFC のチャンピオンになれると思っているので、全然朝倉みくるなんかに負けないと思っていて、絶対勝てると思う。だから、そんな朝倉みくるにクソみたいなこと言われて腹が立つので今日動画にしたんすよ。お前が一番黙れ。というところで動画は終了しました。黙れ。シャラップですね。 でサラクボのさらちゃんがツイッターで昨日自撮りの写真を添付して「今日のサラッパーみんなパーは何してる?」とコメントつけて投稿してたんですがこれは平本蓮選手シャラッパーですね <laughs>、はい、今の日本でここまで思ったことを言えるのはデヴィ夫人と平本蓮選手シャラッパーぐらいですからね。 でもえらいもんでコメント欄読ませてもらったんですがみんなもう本気で怒ってる人あんまいなくてうるせえやつらのラムちゃんとアタルが喧嘩してるぐらいの感じで「ダーリンダメだっちゃ電撃ビリビリ」みたいなものと一緒で「またやってるよ」という日常風景と感じてる人が多い印象でした。 個人的には平本蓮選手の他の格闘家のモノマネも見てみたいですねできれば同じ階級の人のそしてなぜかこの動画は白黒なんですよねこれは平本蓮選手の俺は思った本当のことしか言わない話に色はつけないぜという隠れメッセージだったんでしょうか朝倉未来選手はこの後きっとこれを見てたと思うのですが平本蓮はとりあえず MMA で1勝しよっか笑いと返しておりますあ というか、もしかして、今度、そうだ、朝倉未来選手と萩原恭平選手、戦いますが、これ、勝敗がついて当たり前ですが、どっちかが負けるということですよね。これ、平本蓮選手、ゴールデンタイム入ってるんじゃないですか、これは。はい。どっちに転んでも美味しいっていう、これはネタにできるぞと、今頃、ボールペン舐めてると思いますよ、ぺろっと。もう本当にね、今後、目が離せないですね。 そして昨日は嬉しい悲鳴ライズとディープがありましたのでめちゃくちゃ面白かったですね超激アツでしたそちらの全部は無理ですがいくつかの抜粋やらせていただきたいと思いますまずはライズから2試合あったオープンフィンガーグローブマッチですね 朝倉クラミクルに路上で勝ったら1000万円の企画発表の頃ですね、スタンドだけだったら俺が勝つなと呟いていた元不良のヤーマン選手、1ラウンド KO 勝利で、言動も強気ですし、試合もね、本当面白いですよね。しかしですね、勝利後のリングマイクで私ちょっとね、ここわからなかったんですが、今回は山口優馬選手と戦ってないんですが、なぜか山口優馬選手相手になんかツイッターでごちゃごちゃ言ってるみたいだから、やってやってもいいと言ってましたが、山口優馬選手にヤーマン 選手はこの間ね一度オープンフィンガーグループバッジで勝利したばっかなので山口優馬選手も「なんで俺なん笑い僕負けてますからね笑い」とツイートしておりました。 そして勝利したヤーマン選手、ツイートでこのように報告しております。1ラウンド43秒で KO 勝利。何のメリットもないのに格下のオファーを受けてくれた北井選手、ありがとうございました。みんな、オープンフィンガーグローブどうすか面白くないですかオープンフィンガーグローブのトーナメントあったら絶対盛り上がるでしょう。これからも俺は真っ向から打ち合うよ。打ち合い最高。オープンフィンガーグローブ、最高ということで、このヤーマン選手と次の試合でね、勝利した山口兄弟の兄。 山口拓人選手がオープンフィンガーグローブマッチでのトーナメントを提案していたのでもしかしたらあるかもしれないですね。 そしてこちら、因縁の対決。前回はカットで試合が終了してしまい、白鳥大樹選手の負けとなってしまいました。しかし、その後も絶戦を繰り広げていた白鳥選手、VS 直樹選手の再戦。3ラウンド終盤まで白鳥選手ペースでしたが、残り20秒ほどでラッシュをかけた直樹選手のボディやアッパーが決まり、判定ドローで延長へ。ボディが効いて手が出ない白鳥選手。判定の結果、直樹選手の勝利。 リングマイクでは白鳥選手、戦ってくれてありがとうございました。俺がライズのチャンピオンだ。次は他団体のやつらと戦いたいですねと言ったところで、なんと、おらーという声が聞こえ、直樹選手もうわーと焦り、先ほどまで放送席にゲストで来ていた中村勘選手がスーツのままリングに上がり、 ダウンもなく延長で勝ったやつが何言っとんじゃ俺と11月戦えおらと対戦を要求直木選手はお客さんはクリーンな気持ちでこの後の試合も見ていってくださいと相変わらずねとぼけておりその後花道を退場する際にまだ煽っている中村勘選手に対して63キロで1回も試合やったことないじゃんと言っておりました。 中村寛選手は普段は60キロでやっておりますが、軽量オーバーしたこともありますので、もしかしたらこれを機に、階級を上げようと考えているのかもしれませんね。 そして、直樹選手の試合後のツイートがこちらになります。白鳥くん、顔小さすぎてムカつくけど、試合前から盛り上げてくれてありがとうございます。とてもナイスガイでした。今回の勝利者賞はネギでした。ネギ、ネギと。同じ大会の中で、ベイノア選手 VS ネギマジン選手というね、試合もありまして、こちらはベイノア選手が判定3-0で勝ちました。そのネギですね。はい。そして、白鳥大樹選手のツイートは、直樹選手、再選受けていただきありがとうございました。こんなもんでした。すいません。 応援ありがとうございました」というものになっております。 そしてこちら、打ち震えました、これはすごい試合になりましたね、超しびれました、今回のベストバウトと押す声も多いんじゃないでしょうか、2ラウンド、相手のタップロン選手の膝でダウンを奪われてしまい、そのまま判定では不利な状態で原口健斗選手、3ラウンドへ、積極的に前へ出る原口選手、体勢を崩しながらも放った左フックが相手の顔面を捉え、タップロン選手がダウン。 なんと、しかしここでですね、パンチを当てた原口健人選手の方も、その衝撃でよろけて尻餅、すごいですよね。ここを逃さず、原口選手、ラッシュをかけ、レフェリーが止めて、原口健人選手の TKO 勝ち、すげえかっこよかったです。勝利後のマイクでは、タップロン選手、一番強かったです。試合決まらない中、急遽試合受けてくれてありがとうございますと、あと原口選手は初めてのダウンだったようで、大逆転勝利、漫画みたいな試合でしたね。これでペットパノムルンキャットムーカーですかね。 ペットとね、キャットが入ってますから、これで飼ってるペットがドッグだったら許しませんよ、本当に。原口健人選手、やっちゃってくださいというところで、原口健人選手の勝利後のツイート、こちらになります。皆さんすみません。お騒がせしました。なんとか勝ちました。タップロン選手の愛のある膝蹴りで、また僕は強くなれました。タップさんありがとう。大好きです。皆さん応援ありがとうございました。として、タップロン選手とのツーショットの写真も添付しております。その後、さらにタップさんが初ダウンで良かったです。また成長できた。 これからも期待しててくとさらにですね勝ってもこんなに叩かれるなら格闘技やめようかなって感じやけどでもまだまだ成長過程なんだなって改めて思ったから続ける爆笑応援してくれてるみんなありがとうとこんな時にもなんか祝えない人がいるみたいで非常に残念ですね私はおめでとうございますと素直に思いますが。 そしてこちらもねすごい試合になりましたね、ロ郎選手が呪われていると言っていた53キロトーナメント、相次ぐ軽量オーバー。 決勝はこのトーナメントで唯一チャンピオンになったことのないダークホースの風根選手、江端睦月選手と親友でもあるマンドコロ・ジン選手を倒し決勝へ。マンドコロ・ジン選手は先日パンちゃん・リナとライジンで戦った桃モモカ選手のいとこでもありますね。VS 優勝候補の那須川天心選手と2度戦っているシロ選手。ライズはアタックカウンターというのを導入してまして、繰り出したキックとパンチの数がカウントされていくのですが、とにかく手数の多い風根選手。 3ラウンド終わって1人風音選手2人ドローで延長へ手数が衰えず前出続ける風音選手ヒット数は白選手でもう一度ライズは延長がルールではあるのですがここで延長を制してなんと風音選手の勝利スーパーサプライズです風音選手は見たかボケと砲攻優勝賞金500万円ゲットでてっぺんジムなので那須川会長の目には涙が浮かんでおりました 勝利後のマイクでもう一度、見たかボケー。号泣して気絶するぐらいの嬉しさ。毎日本当にきつくて会長やトレーナーのことも嫌いになりそうなぐらいだった。その会長とこの瞬間を味わえたことが本当に嬉しいです。ありがとうございましたと涙を流して語っておりました。そしてなんとですね、同じジムの ナスカワ天心選手に対戦要求。俺も世界一を目指してるんで。ナスカワ天心選手が認めてる四郎選手、倒したぞ。ジムでいつも引くほどボコボコにされてるけど、残り試合の兼ね合いとか、俺、アホだからわからないけど、よろしくお願いしますと、めちゃめちゃ感動しました。風根選手、気持ちが超いいですね。ファン、爆増だと思います。おめでとうございます。いいトーナメントでした。こんなことってあるんだなっていう。 そして断然、手数では風根選手でしたがヒット数では四朗選手だったということで手数で勝ててしまうのだったらそれ、シャドーボクシング大会じゃないかというねツッコミも聞こえてきそうなところもあるんですが敗戦してしまった四郎選手のツイートはこちらになります。 応援ありがとうございました55キロに続いての53キロトーナメント優勝の挑戦は達成できませんでした結果で周りのサポートしてくれてる方たちやファンの方々に恩返しできなかったのも自分の実力不足ですこれからもたくさんのことに挑戦していくと思いますしっかりと結果も残せるようもっと強くなりますと勝利した風根選手俺はやったぞ取ったぞ最高の景色や最高やほんまに最高や見たか 不可能なんかこれっぽっちもないやろ、一緒に戦ってくれた皆さん、ほんまに感謝します、ほんまにありがとうございました、また詳しく書きます、返信も一つ一つ返させてもらいます、何回でも言える、最高やと。平田一樹選手は、風根選手のマイクを聞いて泣きそうになった、本当にきつくてしんどくて、自分、まだまだ、もっとできるなってすげえ刺激もらえたと投稿しております。 そしてメインの那須川天心選手、弟の龍心選手が今大会のオープニングファイトでの1試合目を飾り、判定で勝利しましたが、那須川天心選手も危なげなく判定で勝利、しかしですね、期待してた派手な技などなく、物足りないとね感じた人もいたかもしれませんが、勝利後のマイクでボクシング、パンチで倒すの難しいですねと語っていたので、今回はこれから転向するボクシングの調整も兼ねて、そっち寄りの試合展開というのがきっとテーマにあったのだと思います。 と思いますそしてここで1曲歌わせてもらいますと、前日発表された自身の楽曲、レディー・ゴーを匂わせる発言のジョークなどを入れつつ、先ほど対戦要求された後輩の風根選手に対しては、ストーリー的にはやってもいいのかなとおっしゃってました。 そして対戦相手だった鈴木雅彦選手のツイッターがこちらになります今日の試合判定3-0で負けました那須川天心選手対戦していただきありがとうございました世界最高峰の選手は上手くて強かった応援ありがとうございましたとえー、っとですね話全然関係ないんですが山口道場の選手ってみんなすごい黒いですよねお日様のパワーを取り入れているかのようななのでですねさすがにこれはみんなで力合わせれば武田浩二選手倒せ てるかもしれないですね黒さでねそして那須川天心選手の試合後のツイートがこちらになります勝ちました45連勝皆さんいつもありがとうございますまた強くなれそうですそしてなんだか寂しいですと45連勝皆さん何かしてるものってあるんでしょうか私で言うとですね まあ小さい頃きっとおねしょしてたと思うんで、それを思うと、毎日ね、してなかったら一生と数えてたら、それよりはしてるかもしれませんが、でもそれはね、那須川天心選手も一緒だと思うので、ないかなというところですね、那須川天心選手、他にもですね試合を終えるといつも思う、次の日ってあったんだってということで、王者に資格なしということで、その時その時どんな試合でも本気で戦っていると、こういう意味だと思います。 そしてディープいきましょうすいませんが気づいたらいい時間でしたのでこちら圧縮でお送りさせていただきますまず気になっていた試合はですね来人でも堀江選手などと試合もしていておなじみゼスト王者の関哲也選手 vs ディープの元バンタム級王者の DJ 大輝選手ですね。こちらですね、激しい打ち合いなどもあり、打撃とタックルでしかしですね、MMA として攻め続けた DJ 選手の判定勝利ということになりました。試合後、以前から関係の深いドミネーター選手は、やったー !DJ さん最高と、マリオンアパレル、マリアパの代表はですね、アイアンアロー関哲也判定3-0で負け、神田選手、堀江選手の時のアイアンはどこ一ったんやとツイートしたところ、それに対して北尾 岡悟選手 DJ 選手は今パンクラスイズム横浜で北岡悟選手と一緒に練習しておりますので「違います DJ 大機が強いんです」とツイートしておりました。 試合後の DJ 大輝選手のツイートは右足折れてないんで自分で運転して帰りますというもので試合後の関哲也選手は本日の試合結果は判定負けでしたこの負けを受け止め自分を見つめ直して一から作り直そうと思います DJ 大輝選手ありがとうございましたそしてですね普段付き合いのある井上直樹選手からは関さん、セコンド陣お疲れ様でしたいつもの感じが出てなくて内容はダメでしたので一緒にまた一から気合い入れて頑張りましょう自分 も負けてからいろいろと変えて今に至るのでこれからが重要だと思いますとそれに対して関哲也選手、一から指導をよろしくお願いしますとそしてその2時間後寝れない敗因をメモしていくとツイートしておりますそして武田浩二選手には3回負けていますが八木選手には来陣で勝利している現在4連勝中で波に乗っているですねディープの王者 大原樹里選手 v s ゼストの王者小金翔選手の試合こちらですね、まあ、結果から言わせていただきますと判定2 1と割れ大原選手が勝利したんですがその後のの、ね、リングマイクが面白くてですね 現チャンピオン、武田浩次選手のことですね。いろいろ言ってるみたいだけど、俺の勝った相手に負けてるよね、八木選手のことですね。あと、俺去年、来陣出て勝ったよね。今、ぐだぐだやってるみたいだけど、俺忘れるんじゃねえよって、また試合するんで応援よろしくお願いしますというものでした。ちなみに、大原樹里選手のお兄さん。 オーロラユウキ選手はこのようなツイートしております、久しぶりにほぼ0点に近い最低な試合してたけど、ギリギリ勝ててよかった。これが悪い意味の方でのザ・大原樹里という試合だった。会長、ぶち切れてそうだな、点点点と。大原樹里選手本人は本日のディープ103、判定2一1でしたが勝つことができました、次は KO できるように頑張ります。ボロボロの5連勝ですと。 そしてこちらディープフライ級暫定王者の藤田大和選手、VS アウトサイダーの連勝男、伊藤裕樹選手、以前一度やっていて、その時は伊藤選手がバックチョークで一本勝ちしております、メインイベントになりますね。試合は本当に一進一退でして、3ラウンド、藤田選手が手数がね明らかに減ってきて、しかし伊藤選手もスタミナを消費していて、ラストはですね伊藤選手がテイクダウンからパウンドを落としたところで試合終了となりました。ディープのタイトルマッチは万全を期すためにジャッジ 5人制ですので判定割れまして2票2票となったところ最後の1票。 これがが藤藤田田選選手手にに入りりリベンジ初防衛も果たしたたししという形になりました、えー、勝利後のリングマイクではやっとリベンジできました最後何度も諦めかけて諦めず頑張りました判定32でギリギリ勝てたんですけどこんなんじゃまだまだトップって言えないんで精進して頑張りますフライ級のトップは藤田大和って言ってもらえるように頑張りますとのことでした。 試合後の藤田大和選手のツイートは勝ちました、リベンジ防衛負けた方の伊藤有樹選手は大口叩くつもりが負けちゃったよ応援ありがとうございました藤田選手ありがとうございましたでこのツイートに笹原さんがいいねを押しておりましてさらにその後笹原さんこのようなツイートしております2017年10月に来人のリングで戦った那須川天心と藤田大和が今日ピアアアリーナと後楽園ホールでそれぞれメインを張って共に勝利 もしかしてこれは藤田大和選手、雷神出撃フラグでしょうか斉藤豊選手は、ディープのメインは素晴らしかった、両者に拍手、勝った藤田選手、すごい、負けた伊藤選手も最高でしたとツイートしております。 そして私、個人的にはですね先日当チャンネルに取り上げていただきありがとうございますとわざわざねコメントを寄せていただいたオチハル夫選手、注目しておりまして元ストロー級の王者になりますね対戦相手は渋谷和樹選手ということでどうなったかと言いますと第7試合目だったっけなはい判定で勝利いたしました越智選手はこの試合のため単身赴任状態でしてのでえその後ですねこのようなツイートをしております。やっと会えた今日は保育園 一緒に保育園とお子さんの写真をツイッターに添付しております。おめでとうございます。そして渋谷和樹選手もお疲れ様でした。 そして、井上尚弥チャンピオン、常々挑発を繰り返してくるカシメロ選手と早くやらせてくれ、それが無理ならいいから、トットとカシメロ選手とドネア選手でやって、俺に早く4団体統一のチャンスを与えてくれと、こういう、ね、主張を繰り返しておりましたが、で、1週間ほど前にこのようなツイートをしましたよね、ドネアとカシメロは12月にやるなら、トットと正式に決定させて実現させてほしい、4団体統一が遠のくのは勘弁、出なければ1人ずつ戦って でいいとこれは当チャンネルでも以前ご紹介させていただいたのですがそれに対してドネア選手本人から返信がありまして。 えでもねこの翻訳のまま読むと多分ね、ね意味通りにくいと思うんでちょっとね要約で行かせていただきますとカシメロ選手にドネア選手がアンチ・ドーピング付きの契約書を送ったらしいのですがしかしカシメロ選手から反応がないのでカシメロは署名するペンを持っていないのかもしれませんとはいこのようなね、えー、ちょっとまああの冗談もね交えてドネア選手からの返信があったんですね。 そして、ですね昨日ですね WBC が WBC のバンタム級王者のノニト・ドネア選手に対してですね 同じくバンタム級の暫定王者のレイマーとガバリオ選手のことをですね指名挑戦者にするということをツイッターを通じて発表したんですねでこれは対戦期限は特に記されてはいないらしいんですがきっとこれらを受けて井上尚弥選手このようなツイートしておりますまああくまで今は俺の適正階級はこのバンタム級だから時期が来るまで気長にね点々皆さんも気長にね点々いずれスーパーバンタム級に上げる予定だからその準備もし ながらね点々バンタム級で4本のベルトは必ず巻くと少しクールダウンした様子でした。 はい。というわけで、本日は以上となります。最近、嬉しい悲鳴ながらですね、試合が目白押しで、その情報をお伝えさせていただくだけで、当チャンネルも終了していってしまいまして、エンディングトークのね時間もなかなか作れないといった状況になっておりまして、しかしながらね、エンディングトークの方はね、喋りたいこといっぱいありますんで、また寂しいね、えー、試合がなくて寂しい期間も続きますと思いますので、その時をご期待くださいということで、本日もこれにて終了させていただきます。高評価、チャンネル登録して、通知をポチッとオンにして、また聞いてね。